どうもおはようございます。中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロトセブンを購入して、それから抽選前の心境について話して、最後にロトセブンの結果報告をしたいと思います。今日のメインはロトセブンの結果報告になるけど、可能性はあるんじゃないかな。一応二口予想したけど、よいしょ。見た感じ、さやな、当選の可能性は、まあ50%ぐらいやけど、可能性はあると思う。ロト6よりは高いかなって思います。そこまで荒れた感じではなかったから、前回。まあ難しいのは難しいけど、たった二口だから。でも、そやな、可能性で考えたらやっぱりロトセブンの方があるかな。過去にボーナス合わせて5個一致してるから、高額当選で考えてもロトセブンの方が確率は高いんじゃないかな。継続したら多分ロトセブンの方が早く高額当選できるんじゃないかなって思います。まあそのためにも徹底的に数字並び、数字の相性とか数字のな流れとか、そういうのを徹底的にその研究する必要はあるけど、でもそれを継続したら3等以上は当選できるんじゃないかなって、思ってます。まあロト6も可能性はあるけど、難易度で言ったらロト7の方がまだ、確率は高いかなって、思ってます。まあ難しいのは難しいけど、まだ読みやすい、数字の流れが分かりやすいからロト7の方が、全然違う時もあるけど、ただロト6みたいに全く一致しないっていうのは一回もないから、二口とも全く一致しないっていうのはなかったから今まで。一個はあったけど、ゼロっていうのはないから、ロト6の場合は二口とも全く一致しないっていうのがよくある。まあ、それがない点、ロト7の方がまだマシかなって正直思ってます。それでは、この後、まあ、動画、また撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。